嗨，大家好，我是 Nick。 今天的主题是日比谷公园的和牛美食街。这里消费只能用消费券，消费券300一张，所以我买了10张，3000日币。5号、7号、10号、11号和14号都是1200日币，13、12、9号3000日币，好贵啊。6号2400，1号和4号都是2100，3号1800，2号900。这么多店我都不知道吃哪个了，先去问一下吧。この店ですよね。使う和牛はどこさんの和牛ですか？厳選和牛使用しておりまして、東北の和牛使用しております。鹿児島県産の薩摩和牛です。宮城県の仙台牛の A5 ランクの、はい、宮崎牛産の和牛になっております。宮崎県産の芋牛、小崎牛、から陣内和牛、仙台和牛、それから鞍馬牛。这家店用5種牛做菜、真牛吧。神戸ビーフです。日本三大和牛の一つで、本当に美味しい脂と赤身が味わえます。他の和牛と比べると何か違うのでしょうか？そうですね、こちらの牛肉ですと、ぎっちりと身が詰まっているので、歯ごたえは とても他の味噌と違ってあると思います。そうですね、やっぱ赤身肉がすごい合う部分なんで、タレとかが使ってご飯にもすごい合って、歯ごたえも美味しく、あ、脂の旨味が多分他の和牛と比べると甘み、それからジューシーさも格段に美味しいと思います。油の乗りとか、はい、そうですね、口の中の感じとかも全部やっぱり上質な油が細かく赤身に入っているので、少し口に入れただけでもその油が体温で溶けて香りと旨味を感じることができます。この和牛料理の美味しさの秘密を教えていただけないでしょうか？そうですね、普段は餃子っていうのは豚肉でしたりひき肉使ってるんですけども、今回和牛 100% で 90% 以上お肉に占めてるので、そこが使ったとてもおすすめの部分となっております。ヒレのタレがあるんですけど、はい、それがすごいお肉とご飯に絡む、そのタレが一番美味しい。実はですね、牡蠣醤油ソースを使ってまして、牡蠣の旨味と和牛の旨味が両方味わえています。それは食べていただければ。和牛なんです。じゃあ食べてみてからね。愛情です。愛情です。愛情、皆さんの愛情がこもってるんで、ぜひ食べてお確かめいただきたいんですけれども。でも本当に先ほど言いましたように、赤身の中に細かく繊細に油が入っているので、その上質な油と香りを噛むごとに感じていただけると思いますので、丹精込めて一品入魂で握ってますので、ぜひお越しください。经过一系列的盘问，我决定了这两家。这家店能够把牛肉做成饺子啊，那是很普通的，但是还在饺子中加上芝士，有点想象不出这种味道，所以要尝一下到底多好吃。老板娘说的我真的很想尝一下到底什么味道，也没吃过神户牛肉，所以尝一下吧。大家好，大家好，我发生一下什么事，どうもありがとうございます。首先这个饺子皮很脆，有一股浓浓的芝士香味，但是一口下去没有芝士味，牛肉的味道很浓郁，而且牛肉是整个一块的，越嚼越有味道的那一种，咸度正好。哎，放点酱油会怎么样？哇靠，有点咸，不放反而很好吃。鹿児島県産の黒糖醤油。这个牛肉的纹路看得出是非常好的牛肉，牛肉本来的味道很香，不过嚼得有点累，加点芥末看看。加太多了有点晕，还是吃原味的吧。好了，总结一下，饺子味道不错，值得去尝试，性价比比较高，寿司味道很好，不愧为神户牛肉。不过觉得如果能够再便宜的话，性价比应该会很高。如果你喜欢，请订阅、点赞、分享、留言、开启小铃铛哦。那下次再见，拜拜。